大丈夫。思った時に男の子はインナーの後ろに、このインナーの後ろにあのうんちがついたりしやすいので、しっかり洗ってあげます。で一回ぐーっとお腹につけて、手前ぐらい、うん、お胸ぐらいまでつけて、それで上がりをお願いします、はい、ここに姉があるんで、ここにお手があるんですか。そしたら足の先からですよ、足の先から、あ、お胸にかけて、お胸にかけて受けてあげます。その時にあのこのまま連れていくとあの水がジャージャーなんで、これちょっと水切りしてあげます。この指、ちょ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 、この指見て、水切りの指、はい、でこうやって振らない、振らないで連れて、あでゆっくり押さえるように振ってあげます。そしてテンション、で、こういう関節のところは水が溜まりやすいのでしっかり拭いてあげて、今度あの背中もお尻のあたりとかきちんと拭けてなかったのかも、こうやって拭いてあげるんです。そしたらバスタオル